今日は水曜日、本来はですね、飛び出せ青春のコーナーなんですけれども、そうそう、今日は特別企画ですね。お、広永選手にスタジオに来ていただきまして、来ちゃってるよ、生ボアッチ探偵団をお送りしようと。ちょっと待ってください、ボアッチって何ですか？ボアッチだろ、ボアッチだよ、お前まずい使っちゃっていいんですか？いや、いいから使ってんだよ。やっぱみんな心配かな。スナミ君、藤川君のイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。見たい、聞きたい、のぞきたい、あなたの依頼に応えたい。スナミ君、藤川君のボアッチ探偵団。ヒロナガへのさ、質問多いんだよね。多い、たくさん来てるから。まずね、はい、行くからどんどん進んでないから、はい、まずチクリのハガキから、はい、津波さん、藤川さん、大倉さん、こんばんは、うん、早速ですが、津波さんたちに調べてもらいたいことがあります。4月の3日、ヴェルディの練習を 見に行った時、6時ぐらいだったと思いますが、うん、中に1人の女の子がいたんです、うん、その子はヴェルディのある選手の車の助手席に乗っていました。その選手というのは、あの広永選手でした。私はそのことがずっと気になっています。その女の子は広永くんの彼女なんでしょうかっていう、こう他たくさんまた来てるんですよ、同じような感じが。4月の3日に助手席で来たっていう。何やったんだよお前、4月3日練習場から出るとこですか？練習場で一緒に女のっけで帰ったんだよ。そう、女のっけで帰ったって。ここはあれですよ。どうなんだどうなんだ。いやいやいや、ベレーザの子ですよ。ベレーザですよ。読売のベレーザ。読売のベレーザ。女子チーム？女子チーム。誰？誰？名前なんだっけな。名前わかんないです。名前わかんないやつ、ポルシェの横に乗せるのか。なんだっけな。どういう関係なんだよ。うん。いやいや、駅まで、近く、最寄りの駅まで送ってくれって言うんで。誰が？僕、帰り際だった。じゃあファンの子がすぐにみんな乗っけていくのか、お前。あ、ダメだよ、ベレーザ。ベレーザ入ってないから。ダメだ。ベレーザに入ってないとダメだよ。同じチーム、ファミリーっていう。なるほどね。別に心配することはない。別に彼女でもなければ何でもないぞ。はい。でも駅の方行かないで暗闇の方に行ったっていう話だよ。そういう話も来てるな、お前。そんなのことない。じゃあこれは、じゃあね、ヒロナ君の名誉のために、ベレーザの選手をただ駅まで送って行っただけと。はい。全然。ただそれだけと。ただそれだけです。手を握ってないですね。はい。全然関係ないですね。はい。名前も知らなかった。名前も知らなかった。名前忘れちゃいました。違った、硬いやつだ。そうです。心配ないですね。はい。ああ、そうですか。こちらにもいろいろありますが。うん。まだあれ、そっち。うん。いや、どっちで。あ、そう。緊急指令って言われました。緊急指令。広永祐二の心の中を探れ。うん。12月の東北戦の時は彼女はいませんと言っていた広永選手。しかし、この間発売された雑誌には彼女がいるというような発言をしています。ゲゲ！ぜひ真相を調べてください。質問の1が、恋をすると変わる方。かなり以前に、金ちゃんから今のお前にはサッカーに集中できてないと言われた。女の子にはよく電話する？すごい。かけた方が安心すると思ってかける方。ちょっと一つずつ聞いてたら。そうだね。だから恋をすると変わる方っていう やつには、恋をすると変わる方？変わる方、まあ追っかけちゃう、追っかけちゃうとかさ、もうやめましょう。追っかけちゃう、追っかけちゃうとかさ、いやもうクッション抱えちゃう方とか、そう、あとには戻れなくなっちゃうとかさ、俺ら知ってるじゃないか。変わるといえば変わる。結構だな、で変わるってちょっと。仕事は仕事としてちゃんとできるよね。そうですね。だから、女の子のことで、まあ、いいように言ってれば、ね、そんないいように言うし、悪いように言ってれば、こう、表に出ちゃうっていうのもありますけど。そうだ、広永選手ね、そういう不具合でも時間もったいないんだから。おお。じゃあ次行くか、次。女の子にはよく電話をする方です。で、こいつのなんか雑誌で、かけた方が安心すると思ってかける方だって言ってるわけそれどうじゃないですかっていう答えじゃないですか、それは。いや、違う、こっちそこに子供だよって。いや、女の子っていうのは、だお前、女の子は、お前が電話するかって女の子に言う。女の子にはよく電話しますよ。女の子ですよね。女の子。女性で。女性ですよね。電話しますよ、女の子に。あの、友達みたいな。いろいろ電話します。人も。電話します。彼女みたいな人もすべて。電話しますよ。うん。まみにする方？
そうですね、結構。あのラジオの前で落ち着いてないんですけど、マイクの前で。そうそう、そう、いや、でも結構まめにする方ですかね。ああ。別に恥ずかしいことじゃない。恥ずかしいことじゃない。マメな人はモテるんだよ。そうだよ、お前。うん、二人目合わせた。お前バカやいや、俺たちは、まあ、モテるとは言わないけど、マメだなと思って、やりつまだって。ただ、それはね、女の子にするプレゼントは一人で買いに行くのか、それとも二人で買いに行くのか。これ面白い質問だな。一人ですね。お、今まで送ったことがあるもの。そう、彼女じゃなくても女の子に今まで送ったことがあるの、うん、プレゼントで。友達でもいいよ。僕はピアス。友達にピアスも送っちゃうの。ちょっと待ってください。ピアス？ピアスを？それ？いや、僕はピアスだけだったらピアスしか、他にコロコロこうなんていうんですか？決め？ネックレスとか、うん、指輪とかっていうのはあんまりこうちょこちょこ買えないんですよ。ピアスはうるさいんだわ。いやいや、だから。なんていうんですか、ピアスを買ったらまた次もピアス。あ、一人の人にピアスをあげたら次もまた違うデザインのピアスをあげるという。そうですね。あ、だからその理由は、いや意味はないんですけど、そんなね考える暇もあまりないから、ピアスこれつけてくれたらとは思わないですけど。どんどん送らないですね。いや、どんどんピアス攻撃して。そうですね、ピアス。穴バンバン開いちゃってるのかな。ピアスを送りたがる。それはもう彼女っていうか一人にこだわらないでっていうことだよね。いや、でもそんな友達にねピアスをっていうのもあまりないですけどね。そうそうだね。友達から彼女にしたいというのは、そう、経過途中で気持ちないですね。そういうことで話したりないんで、明日も来てくれるかな。いいと思って欲しかった。いいのかな。いいと思ったそうです。まだまだ話足りないですよね。ハガキもたくさんあるし。そりゃそうだね。たぶんバンバン質問攻め。ワッチ名探偵だ。そうですね。来てください、明日も。勘弁してくださいよ。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。